よ、シンガオ。俺は同士、ラッセル同士だ。ボルトの住人がここに何のようだ？お、ブラザーフットの手助けに来たのか？27、28。東の教会の方にもっと砂袋がいるな。いいぞ、休憩したいところだったしな。何を知りたい？ああ、答えられることなら答えるよ。なんだ？ラジオの放送を聞かなかったのか？そのピップボーイなら聞けると思ったんだが、タガーディは全滅したかもしれないけど、カリフォルニアの BOS が来るぞ。ブラザーフットは戦士だ。大義のために戦っている。安全を取り戻そうとスコーチとかそういった脅威に立ち向かってる。クレーターのレイダーは確かに組織立ってるし、怪物と呼ばれるほどひどくはない。でも自分勝手だ。彼らが自分たちの利益以外に目を向けられたら何ができると思う？あんただったら。まあここに住み着くつもりのようだな。新人を募集するつもりかどうかはわからない。でもまあここまでやってる俺を加入させないってことはないだろうな。俺はメリーランドから西を目指した。で、最初のファウンデーションの連中と手を組んだ。前にここで物資を探して巡回してたんだ。そしたら地元のブラザーフットが残してったものを見つけてね。それがきっかけで俺はディファイアンストリデに行った。おっかない場所だ。長いはできなかったが、ログや記録をいくつか見つけた。正直かなり夢中になったよ。円卓の騎士と親父の海軍話が一つになったようなもんだからな。しかも彼ら戻ってくる。いいぞ。なんだ？ここに来た時に見つけたんだけどな。最初は敵意むき出しだったけど、ロブコに勤めてた奴らからあるコツを教わったんだ。こいつらにはメンテナンス用バックドアが組み込まれてる。俺をボスだと思って働くように細工したんだ。なかなかいいだろ。ほとんどの力仕事は任せてるんだ。おかげで随分助かってるよ。そうか。俺はずっとこういうことがやりたかったんだよ。親父は戦前海軍にいてね、おかげで鍛えられたし目的を持てたっていつも言ってたよ。こんな世の中で育つうちに物足りなく感じたんだ、何かがね。もし軍隊がまだあったら入ってただろうね。でも今じゃ無理な話だよ。俺はただ生き延びるだけじゃなく大きいことをしたかった。こういう機会を待ってたんだ。ああ、彼らが流したメッセージは聞き取りづらかったけど、ブラザーフットがアトラスを基地に選んだことは確かなようだ。到着した時に物資が用意されている方がいいだろうからな。ああいう組織はすぐにでも動ける状態でいたいはずだ。悪い、ここへ来るやつはみんな聞いてると思ってた。ブラザーフットオブスティールがここに来ようとしてるって放送で伝えてるんだ。聞いてみたいならそのピップボーイで電波を拾えるはずだ。そうかもしれないけど、彼らは善人じゃないか。人助けさ、そこがいいんだ。知り合いだろうとそうじゃなかろうと人には優しくしないと。難しいことじゃない。そうすればウェイストランドは生き抜く価値のある場所になる。専門家じゃないけどできる限り答えよう。何が知りたい？いいぞ。ああ、彼らが流したメッセージは到着したと。まあこの活動は物資の消費が激しくてね、主に素材を探してるところだ。建設用の物資をな。収集品を見てくれ。どんなものでも寄付は歓迎する。あまり物があればキャンプの周りにある収集箱に入れてくれ。後でロボットに仕分けさせる。よろしくな。
はいいぞ。それじゃまたな。俺たちがここでやってることを親父は誇りに思うんだけど、きっとな。こんなに協力してもらえるなんて。よう、戻ったんだな。手伝いに来たのか、それともただ話しに来たのか。まあ、かなり忙しいが、時間は取れるぞ。保安と奉仕に努めます。みんなブラザーフットみたいなものの価値が分かってないんだ。ただその日を生きるだけで満足しちまってる。レイダーを追い払ったんだ。卑しい奴らめ。よう、戻ったんだな。手伝いに来たのか、それともただ話しに来たのか。まあ、かなり忙しいが、時間は取れるぞ。
ああ、到着したときに。ああ、いいぞ。それじゃ、まだ。物資については順調だ。でも俺たちならもっとやれる。何か寄付できるのか？すぐそこに置く場所がある。奉仕に努めます。到着したブラザーフットが喜んでくれたらいいな。手を貸しに来てくれたのか？物資がいよいよ溜まってきたぞ。
でブラザーフッドみたいなものを始める勇気があったかって、まだ存在してなかった。人手が多ければ仕事が楽になるって言ってた。ロボットのハサミも足しになる。物資については順調だ。でも俺たちならもっとやれる。したらここはすごい場所になるぞ。俺に自分でブラザーフッドみたいなものを始める勇気があったか。まだ存在してなかった。安東奉仕に努めます。物資がいよいよ溜まってきたぞ。ロボットをずっと稼働してられたらすぐに。よ、戻ったんだな。ラジオのメッセージを聞いて見に来たのか。ああ、彼らが到着した時、今は。おっと、なんだか。また後で聞いてくれ。あ、今は
俺たちんとこに寄付されたものを整理しようとしてるんだよ。おっと、なんだか俺もう彼らの一員になったような口ぶりだな。また後で聞いてくれ。あ、でもラジオは合わせとけよ。ブラザーフットが近づいてきてる。完成したらここはすごい場所になるぞ。公平な取引だけだ。公平な。な。戻ったんだな。手伝いに来たのか、それともただ話しに来たのか。まあかなり忙しいが時間は取れるぞ。
込んでくれたらいいね。